中山の名物重賞、ここから始動する馬にも注目です。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。花を切ったのはクロミナンス、モリアーナがその後ろ、ジャックデイトがかわしていきました。空手3番手を伺おうというところ。10番ラーグルフ、そのうちに5番オーリアリティ、それから4番湘南バシット、外を通って6番サンストックトン、そしてその後ろからボッケリーニ、それからシルブロン、1番マイネルウィルトス、その外からはアドマイヤカレー、前の方はまだ横一線、これが先頭11番ジャックネイト、それからもう1頭2番クロミナンス、その外に9番カラテ、まもなく第2コーナー、その後ろでやりましょうか。10番ラーグルフ、内を通って3番モリアーナ、そして6番手に5番オーリアリティであります。差が開いて湘南バシット、外を通りまして6番サンストックトン、ボッケリーニはこの辺り、それからシルブロン、そしてその後ろから1番マイネルウィルトス、これと一緒にアドマイヤハレー、前の方は完全に固まった。先頭行くのは11番ジャックネイト、1馬身リード、これを追って2番クロミナンス、そして外からはカラテ、ラーグルフ、モリアーナがそのうちにいます。外から1頭オーリアリティ、中山のスタンドが揺れています。先頭行くピンクの帽子はジャックネイト、外からはモリアーナ、このまま粘れるかジャックネイト、中山は最後に坂がある、懸命に手を動かして横山とマイネルウィルトス、大外から強襲マイネルウィルトス、捉えるかモリアーナ、アドマイヤハレー懸命に追う、これは阪神レースになりました。モリアーナかマイネルウィルトスか、この馬はいい調子だね。1着3番、2着1番、3着12番。アメリカジョッキークラブカップ2200メートル、まずまず揃って飛び出しました。先行争いであります。先手を取ってクロミナンス、それからカラテ、外を通りまして11番ジャックネイト、内を通りまして10番ラーグルフ、モリアーナ、それから湘南バシット、外を通ってオーリアリティ、これが一番人気のボッケリーニ、サンストックトン、外から1頭シルブロン、7番プロイバタイ、アドマイヤハレー、そしてしんがりからマイネルウィルトスという展開です。もう一度先頭に戻りましょう。先頭行くクロミナンス、2馬身リード、そしてその後ろから9番カラテ、それからもう1頭ジャックネイト、12頭第2コーナー右にカーブを取ります。そのうち10番ラーグルフ、モリアーナがその後ろ、そして6番手に4番湘南バシットでやります。その外に5番オーリアリティ、その後ろでやりましょうか。12番ボッケリーニ、8番シルブロン、もう1頭サンストックトン、7番アドマイヤハレー、しんがりからマイネルウィルトス、前の方は完全に固まった。依然先頭2番クロミナンス、これを追って9番カラテ、その外11番ジャックネイト、ラーグルフが並んでいます。内を通ってモリアーナ、そしてその後ろから湘南バシット。さあものすごい歓声の中山競馬場、先頭クロミナンス、足が止まった、ボッケリーニが差を詰めてきた、ムチが飛んだ、浜中とボッケリーニ、先頭ルメールとクロミナンス、ラーグルフがかわした、クロミナンスが3番手、ボッケリーニがかわした、マイネルウィルトス懸命に追う、先頭浜中とボッケリーニ、1着ボッケリーニ。まあ当然の結果だよね。1着12番、2着当番、3着3番。スタートを切りました。12頭なかなかいいスタートを切ったようでありますが、典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか。押し出されるようにしてクロミナンスが先頭です。空手がかわしていきました。11番ジャックネイト、外から行こうというところ、内から1頭3番モリアーナ、その後ろでやりましょうか。10番ラーグルフ、それから12番ボッケリーニ、5番オーリアリティ、内を通って4番湘南バシット、そしてその外に8番シルブロン、差が開いてサンストックトン、そしてその後ろから7番アドマイヤハレー、その内からはマイネルウィルトス。もう一度整理しましょうか。ジャックネイトがレースを引っ張るようになりました。空手がそのうちにいます。それからモリアーナ、そしてそのうちにクロミナンス、その外10番ラーグルフ、そして6番手に12番ボッケリーニであります。そのうちに5番オーリアリティ、4番湘南バシット、外を通ってシルブロン、
この辺りちょっと離れている6番サンストックトンアドマイヤハレーがその後ろ第3コーナーに向かいます。12頭そのうち1番マイネルウィルトスジャックネイトが先頭です。そして内からはカラテマリアーナほとんど馬体が合っています。それからもう1頭ラーグルフ内を通りまして2番プロミナンスボッケリーニはこの辺り場内がドッと来ている場内がドッと来ています。ボッケリーニは6番手といったあたり先頭菅原と空手モリアーナ懸命に追う間を割ってシルブロン間からシルブロン頑張る頑張る菅原と空手ジャックネイトが2番手外から1頭ジャックネイトこれは阪神レースになりました。空手かジャックネイトか調子だね。1着11番2着9番3着2番さあ飛び出した12頭立ち遅れました。5番フォーリアリティお互いの出を伺っているところであります。果たして何が行くか花を切ったのは2番クロミナンスそしてその外にジャックネイトマリアーナ外を通りまして空手そしてその後ろから12番ボッケリーニシルブロンがそのうちにいます。それからもう1頭4番湘南バシットラーグルフがその後ろそしてそのうちにサンストックトン5番フォーリアリティマイネルウィルトス7番プロイバタイアドマイヤハレーでやります。もう一度先頭から順番に参りますと先頭を行くジャックネイトカンバシンリード第2コーナーに向かいます。12頭そのうちクロミナンス3番マリアーナ外を通って空手そして1番人気のボッケリーニなかなかいい感じその外からは8番シルブロンそして内からは4番湘南バシットその外10番ラーグルフその後ろでやりましょうか。6番サンストックトンちょっと離れて5番フォーリアリティでやります。その内からは1番マイネルウィルトス7番アドマイヤハレーこれがしんがりでやります。11番ジャックネイトがレースを引っ張るようになりました。内を通って2番クロミナンスそして3番手にマリアーナでやります。中山のスタンドが揺れています。先頭を行くピンクの帽子はジャックネイト間から黄色い帽子サンストックトンサンストックトンも追い込んできた。これは阪神レースになりました。ムチが飛んだ横山と湘南バシットが差を詰めてきた。アドマイヤハレー懸命に追うこのまま粘れるか空手内を通って湘南バシット空手先頭空手が勝ちました。おお1着9番2着4番3着6番